誰を狙う。沼ゴール前来た。最後は秋山のヘディングでした。センターバックの秋山が上がっていましてヘディングシュートをしました。前半の8分を回っています。まだ0対0です。さあ30番の大山です。前を向く、前を向く、右に叩いた。さあフリー、ゴールはシュート。杉本正面、もう1回大山入ってシュートができない。まだある。二次攻撃、クロス、ヘディングクリアは秋山。もう1回あるぞ。ゴールを収めて中に3枚いる。岸本の向こうがシュート、山内。山内のシュートが決まりました。前半のまだ12分でしょうか。1点を先制したのはセレッソ大阪 U23。 30番の大山武蔵、左足はたいて28番の抜井が上がっていく。石上太陽抜けてきた、左足コストの右でした。抜井隼人、3年目の選手です。ワンタッチ、クロツ、クロツが前突進していく。中3枚流れた、沼シュート。これも流れた、クロスのようなボール。ゴールの中央にはクロツ、ファーサイドには稲森ターゲット。どこか、さあクロス、枠の外、クロスのヘディングシュート、ピンポイントで合わせてきました。沼からクロス。さあ抜けてきた岸本、オフサイドはない。クロス、あー、ここはオンゴールだ。秋山オンゴール、あるいは触ったのか山内。長いボールでした。一気に抜けた岸本、そしてあとはマイナスのクロスを上げるだけ。あ、先に触った山内でしょうかね。先に触った山内のゴールということにどうやらなりそうです。秋山は対応を悔やみました。2対0です。若いセレッソが守っています。さあビルドアップしてきた秋山、そのままシュート打ってきた、クロスバー。秋山のビルドアップからのシュートでした。さあクロス、加藤、後ろから沼、シュートは前田、打てるか、前田シュート決まった。右足ガッツポーズ。後半の開始4分、やはり後半の開始15分までに動いてきました。ガイナーレ2対1、1点差。次の1点が勝負と。さあここは山根だ、山根先にボール入ってちょんと出した、決まった。3対1、山根とはこれが J リーグ初ゴール、18歳のルーキーです。出た岸本、さあ岸本自分で行く、シュートを打つ、杉本弾く、山根シュート、クロスバーの上。若い、しかし迫力があります。山根とは3対1です。長いボール、あー、ここはタッチ終わってしまいました。ここで長いホイッスル、試合終了3対1。セレッソ大阪が2人の選手の J 初ゴールでガイナーレを下しました。